皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年、9月の6日、時刻、17時54分、インボイス制度について、申し上げます。インボイス制度自体は、まあ、消費税の改正によって、消費税法の改正によって、で、インボイス制度はどうこうという話になって、まあ、税務署の方にお問い合わせください。で、税務署の方へお電話をすると、フリーダイヤルの電話番号の方にインボイス制度のことは聞いてくださいっていう返答が来るんですけども、そこも今混み合ってるから、急にテレビとか放送してね、インターネット関係で僕もアフリエイトっていうものをしてるじゃないですか。まあ、いろんな YouTube の一覧表っていうのをホームページ、淡井圭介の利益の上の方にありますけども、そこから僕が話してる、その YouTube の動画にアクセスできるようにしてますけども、下の方行ったらね、まあ、貴金属類の買い取りの大倉さんだったりだとか、まあ、例えば太陽光パネルを販売されてるところとか、まあ、取り付け云々とか、まあ、そういうふうなところ、あと、まあ、ブランド関係のものを買い取ったりだとか、まあ、そういうふうなね、アフリエイトっていう、言うんです、ああいうの。で、まあ、私のホームページに掲載しているところ、まあ、そこでそのものは売却していただいたり、もしくは買ったりしていただいた、まあ、楽天さんで買ったりだとか、まあ、そういうふうなことをしていただくと、私の方にね、ちょっとしたお金が入ってくると。で、本当は消費税に関しては、年間の売上が1000万円以上の方だったような気がするんですけども、それこそ税務署の方へ問い合わせしていただきたいんですけども、もう僕はもうインボイス制度に関しては、もう意図的にね、税務署のそのフリーダイヤルで意図的にもう違う番号を押しました。そうすれば繋がるから。今もう混み合っていて、電話繋がらないんですよ。インボイス制度のそのフリーダイヤルの方。だからそれで繋いで税務署の人に直接聞きました。で、結論言います。消費税がこの間上がったから、その辺のところで、その、消費税に関してのね、その、納税の部分に関しての、まあ、適格事業者の証明書をお持ちの方ですかっていうことを聞いてきてるだけで、まあ、それこそね、本当はアフリエイトの方で、その人は年間どれぐらい売り上げあるのかわかるから、いちいち聞かなくてもいいような人にまで聞いてくると。まあ、こういうふうな状況。まあ、別にアフリエイトさんを責めてるんじゃなくて、これが一つのね、まあ、インターネット社会、まあ、IT 社会の一つの弊害なんですよ。もう、全員に言うしかないでしょ。そのボタン一つというか、設定一つでね。だからこういうようなことがいろんなところで多分発生していて、あなたは適格事業証明書の方ですかと。ちょっと待ってください。しっかりと。まあ、適格どうこうというところまではまず間違いないんですけども、ちょっとね、もう一回、言いますね。適格請求書発行事業者登録番号の登録に関するご案内ということで送られてきています。消費税の、課税事業者のうちっていうことなんですけども、この辺のところもね、まあまあ、アフリエイトさんのその支払い方とかを見たときによくわからなくなると思うんですよ。その消費税込みでうちはお支払いしますよっていうことをアフリエイトさんの方では、公開されていたと思います。これもね、一回一回もういちいちその都度いつ変わってるかわからないから、僕も今まで見た内容でしか言えないんですよ。それこそもう全部調べ、その都度調べなきゃならない話になってくるから、まあ大体みんなこういうような喋り方になるんですけども、だからね、まあその、まあそれに関して、まあ結局家か何かを入力するだけでよかったみたいですね。まあアフリエイトさんの方でもまあ確認していただけることですから、その、僕がね、それだけの売り上げあるかどうかで、ああ、この人、今まで一件しかないわっていうのは、これが本当の話ですから、まあ、1000円ちょっと入ってきただけですから、はっきり言って、完全にスルーの話ですね。
りもう今時人口少子化で売り上げないから、もうインボイス制度とかもうわけわかんないこと最初から言わなかったらよかったんですよ、本当に。だと思いますよ、最初から。あの納税の仕方は税務署さんに聞きに行ってください、確定申告があります、これだけでよかったと思うんですよ。テレビの CM まで利用して、もう社会が大混乱、もうみんなでもういつになったら電話出てくれるのっていう状況の方たちだ。もうこれもう正直もう政府の方でももう今度かもうこういうややこしいこと言うのやめようっていうことでしっかり落ち着けておいてください。もう個人事業者なんか、まあ僕もそれにまあ一応該当するかどうかで言うと、それも法人登記簿出した人だけでいいでしょう。もう売り上げない人も野望でいいんですから。もう昔から税務署でちゃんと税務署で指導をしに来る人がもうそんな売り上げないかも野望でいいからっていう形で言ってくれてるんですよ。で昔からそうだから、だから大手やっぱり大企業ぐらいしか大した売り上げないんじゃないですか。中小企業だっていっぱいいっぱいですし、本当のところこれが社会の現実ですから。だからね、国会で何か新しい制度を始められるとみんなね困るんですよ。だからインボイス制度を二度と名乗らない法律とか、インボイスっていう意味が分からんですよ。インって要するに入るとか、電源を入れるとか、インとかオフとかのね。あ、じゃあオンとかオフか。それだったら、インって言ったら入るとかのことでしょ。ボイスって声でしょ。だから何狙いなのか分かんないんですよ、本当に。で、多分、国会議員のほとんどの人は、その何狙いかまでの話で行くとよくわからないっていう話になってくると思いますけど、ね、言葉の文字自体がおかしいですもん、明らかに。消費税の改正に伴って一時的に、求めてるだけのものですっていうような言い方をしたらよかったのに。まあ、それ、その辺はっきりするんだったら確定申告はあるんだから、結局確定申告だけでよかったのにっていう、そこまで気づいてる国会議員の方たちも結構いらっしゃるはずなんですよ。あとは大企業でしっかりと、それこそ役員の中に弁護士さんとか入ってるとこは入ってるでしょう。大きな会社の役員さんで、だから法律に長けてる人、だからそういう人たちで、もともと税のことに関しては税務署に問い合わせるのがもともとのシステムで、このインボイス制度というものをテレビで CM したがゆえに余計な人件費と税金がっていう、このどうしようもない話どうしましょうっていう、まあ記録はこれしっかりと残りましたんで、ね、皆さんインボイス制度に関しての正しい知識はこれで、持っていただけたんじゃないかなと思います。もともと確定申告がありますと、そういうことです。税務署に、納税するときに A 票 B 票で記入するか、法人登記簿を出している方は法人用の、納税のものがありますから、書類が。まあ、それはインターネットで法人税率とかを検索していただいたら資本金がいくらでとかそういうのがありますから、それ見ていただいたらいいんじゃないかなと思います。まあ、今時ね、もう 99% の職業は 99% 以上ですよ。もう100かもしれない。もう出店しないこと。本当に。もうお客さんの取り合いが起きて、どちらかが倒産するとか、自分のチェーン店を家、その、歩いて15分のところに店舗あるのに、もう1店舗出して、自分で自分のところのお客さんを取り合って、両方大ダメージ、建設費用返せません、土地は実は国でしたとか、そんなわけのわからん話受け入れられないですからね、本当に。あれだけ土地は開けておきなさいよ。そこの働いてる人たちの従業員の数を増やしておいといて、ショッピングモールも作ってしまったところだけでいいんです。もうこれ以上ショッピングモール作ってダメですよ、本当に。気がついたら神戸市のその、スマックの方かな、垂水区の方かな、
長田区のもあの辺でももうたくさんショッピングモール、もう阪神淡路大震災の後でいいですよ。もうその後にショッピングモール作ったところ軒並みアウトですよ。本当はもう三振等以内の請求で、もうあなたたちもう生活保護の会社債の話で裁判、まあ、求めるだけで、あとは裁判官のご判断なんですけども、けどもうそれぐらいしなかったらもう人口少子化なのに、そんなショッピングモールなんか作ったって、もともとショッピングモール作って破綻してるのに、そこに新しくまだショッピングモール作ろうとしてるんです。ですよ、神戸市の垂水区かスマークのあたりで。建設業界からとぼけてる銀行の貸し出しの窓口から、もう世界中にいろんな国に話し通しして、資源の採掘だから大手商社5社それに続く2社加えて7社、僕も安倍政権やもしかしたら1998年のフルーツアパーク勤務時にいろいろ世界中の方たちと話しつけてきたはずなのに、売り上げ上げたら上げたでも身勝手なこと、本当にエネルギーの残存量問題がメインだから、まあそれはそれでまた別に YouTube アップロードしておきますね。まあインボイス制度の話は以上です。もうこれ以上国会で余計な動きしないでください。もっと分かりやすい説明してください。よろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。それと私のホームページ、淡井圭介の利益というものを、まあ、いろんな方に広めていただいて、で、それは、阪神・淡路大震災の被災者で、当時17歳でした、1995年、神戸市兵庫区東山町4丁目、16-18、東山高校っていうところで生まれ育っています。で、阪神・淡路大震災が発生した後、神戸市北区の藤原台の仮設住宅に、転居したんです。で、東山高校当時全壊だったんですけども、建物を解体するのに10年かかってます。そのまずね、分譲マンションでしたから話し合いがなかなか進まなかった。で、国の方もなかなか解体工事に、率先して国がお金を出して解体してくれなかった。その間何してたかって言ったら神戸ウイングスタジアムを作ってたんです。呆れるでしょ。その当時神戸市長が笹山さんっていう人、もうそこからしてややこしい。神戸市の北の方に三田市があって、その先に笹山市があるんですよ。その阪神淡路大震災ぐらいの頃、笹山郡が笹山市になったの。もう神戸まちづくり課の人、もうインターネットで調べたら分かります。僕のホームページでその人の悪いところいっぱい指摘してますから。その人がどういう風な成り立ちで、神戸まちづくり課の出身でね、もともと公務員で、で、それでどういうふうなことをしてきてって、しっかりともう全部書いてますから。で、ちゃんとこういうふうなことを言えるようになったのが、その人が亡くなってからでしょう。で、電波によるコンピューターのアクセスで行政がかなり制御してるでしょう。だからこれ、行政による隠蔽のプログラムが組まれてるんじゃないかなっていうのが、これが事実ですね。本当に本当に。世界中自分の国のことを各裁判所勤務者の人たちとか大手大企業の人たちとか実際国会議員の人たちとかもそんなことになってて知らないと思うんですよ。もう明らかに神戸地裁の窓口の人たちは、民事部のね、人たちは電波でどこまでできるかっていうことは明らかに分かってなかったですね。もう僕はそこで説明しましたから。だからね、ちょっと皆さんね、この世の中だいぶ油断ができない世の中なので、そのね、デジタル庁があるから全部デジタル庁にお任せしておけばいいやという考え方では、自分が僕みたいな場面に遭遇した時に対処できなくなりますよ。知っておかないと。知ってたら対処できますから。まあとにもかくにもそういうことです。動画でその皆さんが再生していただいて、見ていただいて、1年間を通して過去365日を遡って、4000時間を突破するとお金が入ってくると思われます。で、まあ、そういうふうなところまで
か、もしくは登録者数500人で再生時間が3000時間を突破すると、パートナーシップという形で申し込みができて、そこからライブ中継ができるようになるかもしれません。そこで僕は生放送みたいな形で皆さんに、ね、質疑応答でこうコメントしていただいたら、その都度僕はいろいろお答えできると思うんでね。そんじょそこらの社会人で僕を上回ってる人間ほぼいません。自分で言っちゃってって言う人も、思ってる方もいるかもしれませんけども、これが事実ですので、裁判所のね、勤務者の人たちで髪の毛染めてる人が存在してる時点でね、ああ、この人法律守る気ないなっていうことが分かるんでね、海洋基本法違反と、それぐらい根性、別に根性を入れるほどのものでもないから、もうそんなことぐらい当たり前のように達成しなさいよってレベル低いなって思うんですよ、本当に、ね。で、何回か注意してますか、裁判所の勤務所に。髪の毛染めてる人がこんなところで働いたらダメですよって。もう一般人の民間人も言っていいですから。それでみんなを税金で高い給料をいただきたい。そんなまっちょろい考え方で今までいろんな人に納付とかさせたんですかって。そんな話通らないから。以上です。皆さんご協力のほどよろしくお願いいたします。動画の再生回数とかチャンネル登録のことです。以上です。